こんにちは、クレイです。さて本日はメンズでコーディネートということで、メンズのアイテムを使った着こなしのご紹介をしていきたいと思います。はい、というのも、私自身メンズアイテムがすごく好きで、普段からよく着ているんですけれども、やっぱり女性のアイテムにはないかっこよさだったりとか、オーバーサイズならではの着やすさとか、こうニュアンスっていうのがとっても好きで、そういったアイテムを取り入れることによって着崩しができるので、こう気分を変えたい時なんかによくメンズアイテムを取り入れてます。で、そういったメンズアイテムにちょっとヒールとかを合わせると、さらにこう型にとらわれない装いができるので、ぜひ皆さんにも普段の装いにちょっと変化を加えたいなって思った時に、ぜひメンズアイテム取り入れてほしいなと思って、ちょっと今日はそんなような動画をご紹介していきたいと思います。はい、で本日はこちらの後ろに見えます3つのアイテムを使って参考でしていきたいと思うんですけども、メンズアイテム気になるけれども取り入れ方がわからないっていう方もいらっしゃると思いますので、まず3つのポイントをお話ししたいと思います。まずその1、メンズアイテムなのでやはり大きさが全然違いますので、だらしなく見せないということ。はい、そしてその2、メンズアイテムを取り入れるならばベーシックアイテムから取り入れるべし。そしてポイントその3は、かっこよさを十分楽しむことです。この3つのポイントを踏まえて今日はコーディネートしていきたいと思いますので、ぜひこちらの方もチェックしてみてください。はい、ではアイテムの紹介なんですが、まず1つ目はこちらのTSS のニット T シャツになるんですが、メンズアイテム取り入れるってなると結構オーバーサイズの白 T とか今なら時期的に選ばれる方多いと思うんですけども、このニット T シャツのいいところはですね、ポイント1のところで言ったオーバーサイズなのでだらしなく見せないことっていうところで、このニット T シャツは少し地厚なので立体感が出るんですよ、着た時に。でその立体感によってちょっと華奢見えするんですね、着やすして見えるっていうポイントがありますので、ぜひこういったシンプルでかつちょっと生地がしっかりしたものっていうものを選んでもらって取り入れるっていうところにおいてとっても使いやすいですので、こちらを使って着回ししていきたいと思います。はい、はい、続きましてがこちらのショートパンツなんですけれども、あえてかっちりめのショートパンツ、メンズらしいアイテムを選びました。ポイントとしては、これタックが2つ入っていて、しかもダブルで、そしてすごくオーソドックスなグレンチェックになっているんですけれども、こういった少しかっちりしたアイテムを取り入れることによって品よく仕上がるんですね。結構近年だったらワークチックなアイテムだったりとか、ストリートイメージのものが多く出ていると思うんですけども、いきなり個性的なアイテムを持ってくると、いざこう着ようと思った時に、あれ、なんか個性が強すぎてなんか意外と着回せる場面ないかもってなったりとかすることもあると思うんですね。なのでやはりオーソドックスでベーシックであること、そして品があることによってこう大人の女性も着回せるいいポイントになると思いますので、こちらを使って着回していこうと思います。そして3つ目がこちらのジャケットなんですけれども、見るからにかなりオーバーサイズだとは思うんですが、こちらは決してだらしなくは見えないんです、女性が着ても。理由はこれもカッチリとしたテーラーの形なんですね。形がとてもしっかりしているので、生地感がこれリネン 100% で、本当にカーディガンぐらいの感じでさっと羽織れるんですけど、かっこよくまとめることができます。はい、なのでこのオーバーサイズでしかもカッチリとした印象のものを普段着ているこう女性らしいアイテムに加えることで着崩しにかなりなりますので、ぜひこちらもちょっと注目してみていただきたいなと思います。はい、はい、それではこちらの3つのアイテムを使って今からコーディネートをしていきたいと思いますので、着替えていきたいと思います。
ということで、まずは1コーデ目のご紹介です。1コーデ目はこんな感じになりました。こうやってやっぱり着てみるとかなりオーバーサイズなことがよく伝わると思うんですが、身幅もしっかりしてますし、アームホールだったりとかお袖口っていうのもすごく大きいので、まあ、ゆったり感感じられると思うんですが、こういったオーバーサイズのアイテムにあえてちょっとラグジュアリー感のあるつややかで、ちょっとゆったりとしたパンツを合わせると、こう大人のかっこいい着こなしになんか早変わりするんですね。こうデニムとかをまあ合わせがちですし、逆にこうまあスラックスとかを合わせてかっこよくまとめるのもいいと思うんですけど、こういった女性ならではの素材のアイテム、ゆったりとしたパンツを合わせることによって、ちょっと品のある女性の装いになるんではないかなと思って、個人的にはこういう珍しいアイテムにはこう反対のアイテムを持ってきて着こなすのを良くします。で、できれば今こんな感じで合わせているように、靴もヒールがあるものを合わせてもらうとぐっと女性らしさ増すと思うので、ぜひこんな装いもいかがかなと思います。はい、それでは次に行きます。はい、ということで続きまして2コーデ目です。2コーデ目はこんな感じでコーディネートをしてみました。はい、あえてこうメンズ感やかっちり感の強いこのショートパンツに対して正反対なガーリーなブラウスを合わせてみたんですけれども、着崩しになります。なんか意外と合わないんじゃないかなっていうものを合わせるっていうのも、こうメンズとレディースのものを合わせる面白さの一つにもなっていて、可愛らしいんですけれども、それだけにとらわれないまとまりのあるコーディネートになりますので、ぜひこんな着こなしもどうかなと思います。ただやっぱりショートパンツは足が出る面積がやっぱり大きいので、抵抗がある方もいらっしゃるかと思うんですが、そういった時は今からの季節であればロングブーツを合わせてみたりとか、それからタイツなのでこれからは対応していくのも一つの手かと思います。一番こう3つのアイテムの中ではこのショートパンツが一番取り入れにくいんではないかなとは思うんですけれども、一番雰囲気が変わるアイテムだとも思いますので、ぜひご自身でお持ちなちょっと女性らしいアイテム、トップスとショートパンツを合わせてみるっていうのもいいかなと思います。そしてこちらのショートパンツはとてもオーソドックスな作りとなっています。グレーンチェックであったりタックが入っていたり、ダブルという男性らしいきちんと感がありますので、そこもぜひポイントで見てほしいなと思います。はい、では最後に3つ目のコーディネートに行きたいと思います。はい、それでは最後のコーディネートですね。3コーデ目をご紹介していきたいと思います。最後はこんな感じでコーディネートを組んでみました。はい、やはりこのジャケットも着てみるとかなりオーバーサイズなのがよくわかると思うんですが、こちらが緩く見えすぎないポイントとしてはテーラーの形できちんと感があるからなんですね。なのであえてこのジャケットにこちらのとっても甘めのドレスを合わせてみました。こういうギャップのある合わせ方っていうのが本当に好きで、まあ、自分も普段からよくしますし、街でこういった合わせ方をされている方を見たら3度見ぐらいしてしまうんですけれども、こうあえてメンズのオーバーサイズのジャケットを合わせることによって甘すぎない印象で、かっこよさもきちんと兼ね備えているということ、そしてこのオーバーサイズっていうところも着崩しゆえのゆるさというふうに置き換えることができるかと思いますので、ぜひこんな着方もしてみてほしいなって思っています。はい、ということで本日は3パターンに分けてメンズアイテムの着こなしをしてみたんですが、いかがでしたでしょうか。はい、ちょっとでもメンズアイテムに興味を持っていただけたら嬉しいなと思います。はい、今日ご紹介したアイテムはすべて下の概要欄の方に書いてありますので、もし気になるアイテム出てましたらオンラインショップで見てみてください。はい、そしてもしもしよければチャンネル登録とグッドボタンしてもらえたらとっても嬉しいです。
はい、では本日も最後まで見ていただいて本当にありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございます。